ございます。はい、お待たせいたしました。ここ12時半より ABEX チャレンジステージ in スイート大阪フェス with ジャムフレーバーのライブがこちらのステージにて間もなく始まります。はい、はい、本日 MC を担当させていただきます、北見和穂と武井圭です。お願いします。よろしくお願いします。はい、北見和穂です。もう一回名前言います。私、北見和穂と申します。私は主にモデルとして活動させていただいておりますですね、現在放送中の、韓国チェジュ島観光公社さんの CM に出演させていただいておりまして、結構4チャンネルとか、ね、いろんなスタッフさんに流れたの見たのよく言ってもらえ、初耳や、聞いたことなかったもん。いやいや、しっかり SNS みたいなで、はい、させていただいてまして、インスタグラム、ツイッター、ふたみかずほで検索していただいたら、そちらの方もチェックしていただけたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、で僕は武井圭と言います。この後に出てくるグループに関西ボーイズプロジェクトっていうグループが出るんですけど、そこにも所属しています。それで僕は、尊敬している武井壮さんを、目指して今バラエティタレントになろうと思って頑張っています。よろしくお願いします。そしてこのステージでは日頃夢や目標に向かって ABEX アーティストアカデミー大阪校で学んでいる受講生たちがパフォーマンスを一気に披露いたします。はい、未来のスターたちをぜひ見ていってください。また本日はラストにジャムフレーバーさん、ジャムフレーバーさんが登場します。ぜひお見逃しなくチェックしてください。最後まで楽しんでいきましょう。はい、そしてここでお客様に注意事項がございます、はい、パフォーマンス中の写真撮影やビデオ撮影は許可いたしますが、三脚の使用はお断りさせていただきます。すいません、撮影の際カメラは頭の高さを超えないようにお願いいたします。お願いします。はい、またパフォーマンス終了後施設内や近隣での写真撮影会的な行為は今回も禁止とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。お願いします。はい、さあ皆さんお待たせいたしました。それではパフォーマンスをスタートしていきましょう。本日初めにパフォーマンスしていただくのは、ABEX のガールズグループ AMO の皆さんです。はい、本日は秋の装いでモデルウォーキングを見せていただきます。それではよろしくお願いします。お願いします。